はい、お疲れ様です。改めまして、どうもどうも、お疲れ様。こんな感じ。さて、どうだ今日は。どうだ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 。卵焼き頑張った。今日卵焼きはね、ストレスなんです、僕は。これ、ね、実はあんまり人気ないんですね、卵焼き。じゃあ味悪くないんだけどね。だからみんな卵焼きを食べない。なかなかね、卵焼き嫌いな世代ってのも珍しいね。ね、こんな感じ。ああ、近くに行こうか。近くに行くと意外とこうね、形がうまくいってないところもある。うん、遠くで見ると綺麗。どうですか。いや、今日決まったね。決まった。うん、どうですか。うわー。これはこれでいいな。この画角で。いやー、キャベツ。ねえ、いいね。ドーン。あ、このアングル新しいね。ギリギリなんだ。よっ、よっ。よいしょ。決まった。決まった。ねえ。さあ、朝ごはん。はい、お疲れ様。やっと終わったぜ、朝ごはん。今日も定番のお弁当の余り物でございます。そして、ね、野菜と揚げ物、ウインナー、うん、ハンバーグの、ね、残りもちゃんと、やっぱ前列と後列を分けることによってね、統一感がありますね。うん、余ったものも使おう。数ぴったりってないからね。うん、よ、そしてお弁当、これと。うわ、今日迫力ある。これはいいね、いいジオラマだ。うん、ね、はい、でんでんでん、雅だ。今日は雅だね。
今日ちょっと何とか見やみなんで決まったぜ。よっ、どうだどうだ、上から真上からドーンね。まあ今日の思うところですけど、なんていうんでしょうね、結構伸びちゃったね、結構伸びちゃった、いろ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 ね、忙しいって言ってるけど、まあね、ちょっと違うんじゃないかな、やっぱ、デリケートな話題に、デリケートな話題ですが、やっぱ結婚ってそういうもんなんかな僕なんか大変ですけどね、僕なんかもうすごい大変ですけど、頑張っていただきたい、ね、頑張っていただきたい、僕なんかもう超大変でしたけど、ぜひぜひ頑張っていただきたいね、お二人にはね、二人の意思が大事ということになります。余計なことをしちゃいけないよ、宮内庁はね。はい、というわけではい、お疲れ様です。さあ、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またどうぞよろしく。